Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa, Hawaii. A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yugari Kunisue, and joining me today in the studio is Sayumi Anthony, owner of Sayumi Bridal. Sayumi produces total wedding events in Hawaii for many, or mainly Japanese clients, at their most special moments in life. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、ハワイで20年間、トータルウェディングをプロデュースしていらっしゃっている、サユミー・アンソニーさんをお招きしています。サユミさん、お忙しいところ、スタジオにありがとうございました。こんにちは。はい、こんにちは。はい。早速なんですけれど、はい、もう20年間もハワイで、はいはい、ウェディングのそのトータルウェディングっていうふうに教えていただいたんですが、はい、何がトータルなんですか？そうですね、初めにお客様からご相談いただいて、はい、あとチャペルの手配とか、チャペルの手配、はい、チャペルの手配、はい、マリオットにドレスショップがありますので、はい、そのドレスを選んであげたりとか、はい、また私たちのグループヘアメイクリサインターナショナルっていう、はい、メイクのスタッフが一日お客様につきっきりでトータルなウェディングを提供しているっていう形になります。なるほど。っていうことはそのウェディングって言ってそのなんていうんですか、シャベルでそのなんていうんですか、あなたはこの人を妻にしますかっていうところだけじゃなくて、うん、はい、そうです。お洋服から、はい、ヘアメイクから、はい、そういう意味の、そうですね、はい、トータルにコーディネートしてあげて、うん、でお客様の一日を、うん、心と記憶に残るウェディングを、うん、私たちが作り上げていくっていうような形なので、はい、本当に挙式が済んでからも、はい、たくさんお手紙をいただきますし、はい、また2年3年後に遊びに来ましたよとかいう感じで来ていただけるので、はい、ただそこで挙式が終わりっていうわけじゃなくって、はい、それからもずっとお付き合いができたらいいなと思って、なるほど、トータル的にコーディネートしております、はい、なるほど。っていうことはその人生の大事なそのモーメントですよね、はい、それをハワイで過ごしていただいて、はい、もう素晴らしい思い出を作っていただくけれど、はい、その後どん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 こう関係が続いていくみたいな、はいはい、そんな感じでしょうか。そうですね、子供が生まれましたよとか、はい、子供さんが大きくなって小学校1年生になりましたとか、はい、時の私たちはもう本当に1年にもう それこそ1000組近く、1000組近くプロデュースさせていただいてるんですけど、はいはい、たまには本当にお客様の顔、あら、この方誰だったかな、もうじーっと考えてしまうんですけど、お客様の記憶の中には私たちのことは鮮明に覚えてるので、はい、スタッフに絶対にやっぱり本当に心配りをして一日を素晴らしい一日にしてあげなきゃいけない、はい、お客様の記憶にはずっと残っていくのだからっていうふうに伝えてます。そうですよね、一緒に一度、普通は一度ですね、人の喉の人もいますけれど、はい、でもう20年間もやってきていらっしゃるということで、はい、ハワイはやっぱりそのハワイので挙式っていうんですかね、それからハネムーン、もうそのメッカですよね、はい、でいろんなウェディングの方がいるし会社もあると思うんですが、さゆみさんはその中で20年間続けてこられたそのなんか秘訣っていうんですかね、なりますか？20年間はあっという間に過ぎてしまって、はい、あっという間に、はいはい、私はもともと美容家の母の下で、はい、修行をしたんですけど、これは日本での話ですね、はい、婚礼どころ名古屋でございます、はい、はい、名古屋ご出身の婚礼のところ、はいはいはい、もう母はもう本当に私にとっては大先生で、はい、私が記憶の残る間は母はもうたくさんのお弟子さんとかスタッフさんに囲まれて、うん、本当にもう雲の上の人だったんですけど、その母に、うん、いろんな、うん、ことを教えてもらいながらしたんですけど、はい、なんか自分自身が、うん、それはもう母のことなのに変な勘違いをしてしまって、親の七光で自分がなんかすごい偉い人になったみたいで、だから
まあ、みんなの反対を押し切って、はい、自分一人でできるんじゃないかと思って、はい、まあ、ハワイにお店をオープンしました。うん、でじゃあその時 その名古屋のお仕事を続けずに、はい、はい、続けないで2代目というよりは、そうなんですよ、はい、2代目というよりは、はい、もうやっぱり自分でなんか独立したらもっと大きくなれるんじゃないかっていう、もう本当に大きな勘違いででも若い時ってそれありますよね、やっぱりね、それも若くなかった時ですいや、そんなことないと思いますけど、はい、でそれで飛び込んできたんですけど、はい、あの初めはアロハタワーにお店を出して、はい、もうアロハタワーに、はいはい、で1999年にオープンしたんですけど、はい、オープンしたら、はい、あのまあ、日本の方で婚礼の講師とかしてたので、はい、オープンしたら、はい、信号の方までお客様が並んでるぐらいにの気持ちで強気だったんです、はい、それが蓋開けてみたら、はい、10年間閑古鳥で10年、はい、10年間閑古鳥、はい、あの20年のうち10年は閑古鳥だったんですか、はい、あの私一人で、はい、あの、はい、店を切り盛りして、でも、はい、本当に1ヶ月に1組か2組、それも無理くり捕まえてきたお客様に自分の持っていたドレスを着せて、はい、あのヘアメイクをして、はい、あのアロハタワーの海側の方でフォトを撮ったっていうのが始まりなんですけど、はい、あ、じゃあその10年間の苦労があって、はい、その時はもうスタッフさんもいないし、はい、お一人で全部やってた。そうなんですね、はい、あのドレスを選んで、うん、ヘアメイクをして、はい、あのサロンに鍵をかけて、はい、あのお客様を玄関の前に立たして裏口から、はい、お客様をあのお迎えして、はい、あの頃リムジンって知らなかったので、はいはい、カメラマンのピックアップトラックにお客様を前に乗せて、はい、私はピックアップトラックの後ろに乗って、花嫁さんがピックアップトラックに乗っちゃったんですか。あの花嫁さんは前の方の、はいはいはい、で私はあのオープンのところに乗って、はい、なるほど、ちょっとワンちゃんが乗るところですね。そうなんですよ、はい、それであのマジックアイランドでお写真撮ったのが始まりです、はい、ビーチフォトの始まりです。そうなんですね、はい、それじゃあ20年間のうち必ずしも最初からトントントンといったわけではない。全然違いますよ。10年は本当になんかあのすごい親のありがたみが分かりました。あの、まあ、帰ってきたら、うん、アロハタワーのお店が電気が消えてしまってた時がありました、はいはい、でなんかなんで電気消えたのかなと思ったら、はい、なんかあの引き落としができないから電気が消えましたでもなんか自分の中で今まで本当に苦労知らずに育ってたので、はい、それがなんか辛いっていうか気持ちも分かんなくって、なんか ロビンソン・クルーソーだすごいなと思ってこんなこ元気もないやそうこんなこと現実にあるのかっていう感じで で、まあ、でも母には心配すると言えないので、はい、あのまあ、あのエージェントの人からね、はい、せめてね、はい、あの電気がないと電話もつかないし全部あれだから、はい、せめて電気だけは払いなさいとか言われた記憶がすごいあります。なるほどね、はい、じゃあ電気代もまあちょっと払えなかったご苦労があって、はい、でやっぱりその頃もすでにハワイっていうのはウェディングがこう盛んだったわけですよね。あのそうでもなかったんですか。私が来た時は、はい、あの渡部ブライダルが全盛期で、はいはい、渡部ブライダルと、ね、はい、あとはあまり、まあ、まだあの大手は進出してきてなかった時です。なるほど。じゃあ、あのそのハネムーンでハワイにその来るっていうような人たちはいっぱいいたけれど、そうです、挙式をここでするっていう方たちがまだいなかったと、そういうことですか。あの挙式もハワイで挙式っていう方は少なかったですね、うん、ハワイにはただハネムーンに来るだけっていう感じで、やっぱりあの日本の国民の中では、はい、もう日本で挙式をして、そうですね、はい、ハネムーンこちらに来ると、そうですね、はい、じゃあそのトレンドっていうんでしょうかね、はい、今過去20年遡ってどういうなんか変化があったと感じられてます。やっぱり、うん、あの私たちの時は、はい、本当にもう親絡みの結婚式で、はい、特に私は名古屋なので、はい、女の子が生まれたらその時から婚礼貯金をするっていうような感じで、婚礼貯金、はい、あの親絡みの結婚式だったんですけど、うんうん、はい、なんか今はなんか本当にお二人で、うん、あの一生懸命食べたお金で、はい、なんかハネムーンを兼ねてハワイに来て、うん、まあ、はい、フォトだけ撮影されるという方がとても多くなりました、うん、それは
その日本では挙式しないで来ていらっしゃるんですかね、はい、お席入れただけで、はい、挙式もなく、うん、こちらにお二人で見えて、はい、お写真を撮って、なるほど、で入ってからなんか、はい、お友達同士で会食集まってパーティーをするとか、はいはい、じゃあやはりその前親絡みだった挙式のスタイルがだんだん自分たちでやるっていう感じになっているんでしょうか。はい、そうなんです。あとその、まあ、普通結婚式っていうと若い方がするね、20代30代ぐらいだと思うんですが、年齢的にはどうなんでしょう、少しは上がったりしてるんですか、それとも、はい、例えば再婚なんかもするのかな、ありますね、と思うんですけど、はい、本当に婚礼から地味婚になって、はい、地味婚、地味な婚礼ですね、地味婚って地味婚です皆さん、はい、地味婚になって、はい、それが妻婚になって、妻しい婚になって、地味婚に妻婚っていうですか、はい、それがこの頃はなし婚になって、はい、婚礼がなし、なし婚、はい、婚礼がなしになってしまう、はい、でもそれでもハネムーンにハワイに来られるので、はい、でその中でお二人に、はい、もうなるべくお二人の貯めたお金でできる範囲のことをしてあげたい、うん、でもやっぱり金額以上の思い出は作ってあげたいっていうことで、うん、はいはい、チャペルを作って、この前のマリーナチャペル、はいはい、ゆかりさんに来ていただいたんですけど、はい、ちょっと行かせていただいて、あと写真見せていただきたいと思いますけど、はいはいはい、マリーナチャペルを、はい、作ったんですけど、なるほどね、それじゃあ今ちょっと面白い、地味婚、マコン、ナシコンというトレンドだそう、トレンドだそうで、はい、ですが、はい、で今さゆみさんのブライダル、さゆみブライダルでは、そのどのレベルでもこう適用する、なんていうんですか、対応するという感じでやってらっしゃるんですか。はい、そうですね、はい、私は今のカップルに応援したいので、うん、なるべくやっぱり本当になんか私の子供も今結婚で結婚する年になって、ね、はい、やっぱりそれを考えると、うん、やっぱり2人の貯めたお金って限られてて、うんうん、それからこれから結婚式が終わってから、うんうん、2人のこう新所帯ですか、うんうん、その時にたくさんお金がいりますよ ね、 そうですよね、全部結婚式に使えない親絡み、はいはい、私はもう自分たちできることをしなさいよっていう感じなので、うんうん、はい、だからやっぱり全部が全部、うん、使ってしまうんじゃなくて、うん、最低限度で、はい、最低限度っていうと言い方は変かもしれないけど、いえいえ、はい、できる範囲でってことですね、できる範囲で、はい、思い出を作ってあげて、うん、でもサイミブライダルはそれかける、うん、10倍100倍ぐらいの、お得なんですね、そうお得なんです、お得、名古屋はお値打ち物って言うんです、なるほど、お値打ち物だそうです、お値打ち物の、はい、サイミブライダルなんですけど、はい、本当に心配りと、うん、心配りって手の作業とか気配りとか、はい、手の作業っていうのは、はい、もうただじゃないですか、はい、金額以上のものを求められる方は、はい、やっぱり、うん、心配りとか気配りとか、ちょっと通常はヘアメイクさんついてないとヘアチェンジができませんよっていうところを、うんうん、私たちは、うん、パッケージの中に入れてしまったりとか、うんうん、はい、お母様たちのヘアもただ単に、うん、直してくださったりするんですね、はい、直したりとかタッチアップしてあげたりとか、はい、いいですね、はい、If you can show the first picture、これがロゴみたいな感じ で、 です、はい、これはお店のところにある、はいはい、看板です、看板なんですね、はい、さゆみブライダルというお名前で、はい、ビジネスをしていらっしゃる、今話してくださったんですが、心配り、気配りという感じで、提供していらっしゃる。 Thank you for the picture. We'll wait for the other pictures later on、okay。それでじゃあこの後ちょっと続けてまた休憩の後にお話を伺いたいと思うんですけれど、はい、スタッフさんもだいぶいらっしゃる、今前はね一人で全部一人ぼっちだったんで今はどのぐらいに、はい、今はうちのスタッフだけで11名、11名、はい、はい、ほとんど、はい、会社のビザで来ております、はい、というと H1 ビザかなんかです、 E ビザで、はい、日本で、うん、
やっぱりあの婚礼、あの結婚式場に勤めてたスタッフがほとんどなんですけど、はいはい、やっぱりあの日本の婚礼を知ってるスタッフなので、はい、本当にお客様の方ところにかゆいところに手が届くようなおもてなしがうちのスタッフはできてると思います。なるほど、はい、もう11人のスタッフの会社に成長されたんですね、はい、そうなんですね、素晴らしいですね、はい、で基本的にお客さんというのは日本の方だけですか、はい、ローカルの方もいるんですか？だけっていうんではないんですけど、ほとんど日本の方です。例えば国際結婚をされる方とか、はい、ローカルの方も時々はいるんでしょうか？はい、あの婚礼、そうですね、はい、まあ、そうなんですね、はい、全くお二人とも、はい、あの外人って言うんじゃないけど、あの外人って私たちが外人なんですよね。私たちが日本人が外人なんですけど、はい、そうですね、はい、どっかの方とか、あの、はい、あの奥様が、はい、あの日本の方とか、はい、旦那様が日本の方の方、どちらかが日本の方が多いです。なるほどなるほど、先ほどちょっとお母様の髪なんかもタッチアップして差し上げるっておっしゃってたんですけど、はい、そうするとあのご両親を連れていらっしゃる、まあ、2組いるわけですよね、あのご存在であれば、はい、そういう方たちも結構多いんですか？多いですね。でもあのハワイに来られる方多くて20名ぐらいが普通基本なので。20名、はい、20名来ちゃうんですか？そうですね、ご両家のご両親とか多い方でですね、それとか、はい、あのご兄弟の方、あ、まあ、お友達とか、ね、お友達の方で大体20名ぐらいですね、はいはい、まあ、お二人の方も本当に多いんですけど。なるほど、じゃあ二人だけでハネムーンを兼ねてきた方とか、それからご家族とお友達を全部、はい、まあ、連れてきても、まあ、せいぜい20人ぐらいの方の挙式が多いと、はい、そういう感じですね、はい。ではこの続きをですね、もう少しあの後で、ちょっとお休みをいただいた後でお話ししたいと思います。日本語でお届けしています、こんにちは、はい、ここでちょっと休憩をいただきます。 We are going to take a short break and we'll be right back. Thank you. Hey, Stan the Energy Man here on ThinkTech Hawaii, and they won't let me do political commentary, so I'm stuck doing energy stuff, but I really like energy stuff, so I'm going to keep on doing it. So join me every FridayOn Stan the Energy Man, at lunchtime, at noon, on my lunch hour, we're going to talk about everything energy, especially if it begins with the word hydrogen. We're going to definitely be talking about it. We'll talk about how we can make Hawaii cleaner, how we can make the world a better place, just basically save the planet. Even Miss America can't even talk about stuff like that anymore. We got it nailed down here. So we'll see you on Friday at noon with Stan the Energy Man. Aloha.Hey, aloha. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii, airing every Wednesday here on ThinkTech Hawaii, live from the studios. I'll bring you guests. I'll bring you information about the things in security that matter to keeping you safe, your coworkers safe, your family safe, to keep our community safe. We want to teach you about those things in our industry that, you know, may be a little outside of your experience. So please join me because security matters. Aloha.We are back from break. I'm Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Sayumi Anthony, owner of Sayumi Bridal and Hair Make Lisa. ライブでお届けしております。ThinkTech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日は Sayumi Bridal のアンソニー・サユミさん。Sayumi Anthony さんをお招きしています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではここでちょっとあの写真、お仕事実際にされているところのを見せていただきたいと思いますので、はい、If you can take a show the second picture, please. はい、これは和装ですよね。はい、そうですね。はい、これハワイでですか？出雲大社です。出雲大社。はい。はい、あのハワイのことをご存じない方はですね、あの出雲大社という、神社がありますね。はい。ホノルルのダウンタウンの、まあ、今のスタジオのそばなんですけど、チャイナタウンのそばにある。じゃあこれは新式でハワイに来て、あのそうですね、はいはい、そういう方だったんですね。はい、あのローカルジャパニーズの方も多いし、日本からなかなか、はい、あの日本であの神社でしようと思っても、はい、名古屋の場合でも東京でもなかなかないので、はいはい、スタジオというかホテルの中 の,、はい、あの
神式のところでされたりする中で、はいはい、あどうせだったら縁結びの神様、はい、出雲大社でしたいということで、はい、来られる方も多いです。なるほど、はい、ハワイの出雲大社というところがユニークですよね。はい、はいはい、で今とってもあの素敵なあの日本髪を言ってでらしで、あのさゆみさんが言われたんですか。実際はあれはあのカツラなんですけど、カツラもあるし、今は、はい、あのモダン和装っていう洋髪も多いです。モダン和装、はい、あの打ち掛けを今、はい、日本から50枚ぐらい持ってきてまして、はい、50枚、はい、カツラも持ってきてます。あの、はいはい、じゃあ、あのその方カップルによって和装も選べるし、そうなんですね、洋装も選べる、はい、あの、はい、ビーチ、あの日本でなかなか前撮りとか後撮りが、はいはい、今お二人が共働きの方が多いのでできないので、ハニムーン兼ねて1日で、はいはい、それこそビーチフォト、ウェディングドレスでビーチフォトをして、はい、その後で出雲大社で和装っていう形です。なるほど、はい、もう全部で、はい、一式でやってしまうという感じですね。そうですね、はい、なんかじゃあちょっと次の写真、はい、写真を見せていただきます。 Please show the second, next pictureOkay、これは洋装ですね、はいはい、とってもハワイらしいロマンチックなあれですが、はいそうですね、はい、これは後ろはどこがあのなってるんでしょうかね。これはあのワイマナロー、ワイマナロー、ああ綺麗な海のところですね、はい、カエルアビーチのそばですね、はいはい、とても、幸せそうなカップルの、はい、じゃあこのウェディングドレスも、はい、さゆみさんのところにそうです、でそれを選ぶことができるという感じですか、はいはい、マリオット の、はい、あの山側2階なんですけど、はい、あのドレスサロンがあります、oh, thank you for that. 1号店がドレスサロンで、はい、あの2店舗借りてて、はい、2号店が、はい、あの和装と、はい、あとカラードレスを置いております。カラードレス、あ赤とかピンクとか黄色とかですね、あ白ではないやつですね、はい、なるほど、はい、そう専門用語があるそう、はい、ウェディングには全く何の関係もない私が話を聞いていますが、はい、でちょっとここでちょっと あれなんですけれど、一番ですね、まあ、20年やってこられてすごく印象に残っているカップルまたはご家族なんていうのはありますかしらね、うん、もうみんなやっぱり印象に残って考えれば、はい、なんか走馬灯のように、はい、あの人こうだったこの人こうだったっていうふうな思い出はいっぱいあるんですけど、はいはい、あの新婚さんのカップルは本当に、はい、あのこれから送り出す時に、はい、あのもう本当にお幸せになってくださいね、はい、またいらしてくださいってこんな感じで送り出すんですけどちょっと子供たちみたいな感じですか。そうなんですよね、はいはい、あのそうじゃなくて、うん、あのバウリニューアル、バウリニューアル、あの、はい、本当にあの 一組のカップルが見えて、はい、あのワイフにあの奥様に内緒で、はいはい、あの結婚式をしたいんだって言われたんですよね。ご主人が言ったんですか。そうなんですよ、はい、でうちのオペレーターのものがいろいろ、ちょっとごめんなさい、でその中年の方かな、老年の方ですかね、50近い方だと思います、はい、でご主人が見えて、ご主人があの、はい、イメール、あのウェブサイトからのお申し込みなんですけど、はい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 、であのサプライズ大好きなんです、うちのスタッフ全員がサプライズ大好きなんで、はい、もうサプライズって言うともう力が入っちゃうんです、浮いちゃうんですね、もうどうやってサプライズをしてあげようかっていう風になるんですけど、はいはい、その方たちが、はい、ご主人が、はい、あの本当に大変な中で、うん、あの結婚式も挙げてないと、子供が、結婚の時にね、そうです、はいはい、子供が生まれて、うん、ずっと結婚式を挙げてない、うん、でも今やっと落ち着いたので、はい、あのハワイにね、はい、ハネムーンじゃないけど、うん、セカンドハネムーンじゃないけど初めてのハネムーンですね、はい、ハワイに、うん、あの旅行に連れてきたと、そのワイフに、はい、あのウェディングドレスを着せてあげたいって言われて、いいお話ですね。そうなんです。でそのメールをあのやり取りしてて、はい、もうなんかすごい、うん、もうよしよしやるぞやるぞスタッフ一同やるぞって言って、うん、でサロンに見える時には本当にスーパーで見えるので、はい、うん、はい、あの全くメイクをしないでくださいねって言って、はいはい、あのスーパーに連れて行くってご主人が言ってみたんです。だからウェディングに行くとかじゃなくって、ドレスを合わせるとかじゃなくてスーパーに連れて行くよと、はいはい、マリオットで、はいはいはい、で私たちはもう待ち構えてきた、うん、ました。ドレス、あのドアが開いた時に奥様が、うん、あれ何これ
言われた時にスパじゃないわね、スパじゃない、何なのこのウェディングサロンはと思って、はい、その時に私が実はってお話しした、はい、私の方がもう涙がうわーって話しながら泣いてる、話しながら涙がうるうるっと来てしまって、はい、で話した時に、うん、奥様はほっとびっくりされたんですけど、はい、もう後からもう涙が止まらなくって、うん、メイクしてる時も、うん、もう涙がボロボロ出てて、あ、ちょっと待ってくださいって何回でも上に見上げてメイクをされたんですね。で仕上がった時に、うん、あのもう本当にお綺麗ですよねって言った時に、うん、なんか奥様が、うん、なんかその話をすると今でもじわっときちゃうんですけど、はい、なんかあの何ですか、あのテリアのご主人が、うん、あの一緒に写真を撮ってくれる、うんうん、でなんかすごいもう本当に幸せですって言われて、なんかすごい1カラットの大きなダイヤモンドもらうよりも、もうすごいあの素敵なプレゼントですって言ってご主人にありがとうございます、ありがとうって言ったその光景がいつも私の頭にスーッと残ってる。なるほどね、うん、このお話はですね皆さん特に世のご主人様方本当にもし、そういう機会があればですね、うん、ぜひねこんな本当に素敵でした、プロデュースをして差し上げたいですよね。 でもねそれ聞くとね私泣き虫なので、うん、はい、聞いてもうあの奥様本人よりも構えてる時にもううるうる来ちゃうんですよね。なんかプロデューサーが泣いているという本当に、はい、いいんでしょうか、うん、はい、そう、でも本当にまあその進行もそうですけれど、はい、そういった特別のモーメントにその場を提供しドレスを提供し、そうなんですよ、髪やヘア、はい、でまあ、女性ですから美しくなりたいということで、はいはいはい、それがあの提供できるお仕事っていうのは本当に素晴らしいですね。本当にすごいもう幸せなお仕事です。初めの10年は電気代も払わなかったけどでもあの経験があるから、うん、なんか山あり谷あり谷あり谷が多すぎるよっていう感じで谷なんですけどでも今は、はい、なんか本当に経営者としては失格です。そんなことないでしょ。経営にしてはもうマネージャー任せで、うん、私の周りに3人のマネージャーがバンバンバンとくっついてて、万頭さんがいっぱいいるんですね。そうなんです、マネージャー任せなんですけど、はい、あのじゃあちょっとあのここでそのマネージャーということなので、はい、Can you show the last picture?Picture here. 出てきました、はい、出てきました、これは皆さんあの10時にはいませんけど、はい、スタッフの方たちですね、はいはい、もう彼女たちがいるからあの今があるっていう形ですね、はいはい、とても感謝してます。とてもなんか家族っていう雰囲気が出ていますね、はい、でまたあの今後そのブライダルに興味がある方、また親御さんでも、はい、娘さんや姪御さん、まあ、息子さんたちに、ハワイでのスペシャルな、ブライダルを提供したい方はさゆみブライダルの方にご連絡させていただければよろしいわけですね。そうです、はいはい、じゃあそういうことでよろしくお願いいたします、はい、じゃあそろそろちょっとお時間が来たようで、とても楽しいお話をありがとうございました。We are out of time now. さゆみさん Thank you so much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise. See you next time.